ループにケーキのデザインを盗まれてしまった私たち。でも引っ込み思案なリンゴちゃんの笑顔を取り戻すためにも何とかしなきゃ。私はスイーツ王子たちと一緒に大奮闘。スピリッツたちも協力してくれたおかげでお誕生ケーキは大成功。これからもたくさんの笑顔を見られるように頑張ります。わあ、一日だけや。明日の晩には帰ってくるし。ほな、いい子で待ってるんやで。うん、気をつけてね。うん。自宅から通ってる生徒がいるって聞いたけど、それにしてもすごい車。天才と天敵と天然。ふぅ、うん、おい、何フラフラしてんだよ。フラフラしてないもん。ルミさんが大阪に帰るのを見送ってきたんです。じゃあ部屋にお前一人ってわけだ。大丈夫かな。何が出るんだぜ、これが。変なこと言わないでよ。やっぱり寮の部屋に一人ぼっちって落ち着かない。出るんだぜこれが。何がこれよ、バッコみたい。マカロンはやっぱりバニラーチャがいけば。バニラったら。スポンジダマダマチョコレートザラザラクリームゆるすぎ、このド素人が。うるさーい、ビルカシノ。こんなん出ました。なんか夢見悪くて寝不足。バニラもベッドから起こして寝不足。天野さん、暇そうね。私たちこれから裏の森にくるみ拾いに行くんだけど、一緒に来ない？くるみ拾い？くるみ、くるみ、くるみで何作ろうかな？クッキー？パンドケーキ？それとも…ねえねえ、なんか変よ。いつも意地悪な B グループが1号誘うなんて、気をつけた方がいいんじゃない？考えすぎだよ。独り言です、独り言。
どこに行ったのかな。こっちかな。違うわよ。あの人たち最初から置いてけぼりにするつもりだったんだわ。でも学園の中だもん。すぐ帰れるわよ。と思ったのに森から出られない。イチゴしっかり。お腹すいた。これ食べる？いいの？安心して、私の部屋よ。すみません。はい、すみません。私なんかがお邪魔するなんて、すぐ帰りますんで。だった。天野さん。はい。もう少し休んでらっしゃいな。天野さん、あの何かしら。どうして私の名前を。そういえばさっきも呼ばれていたような。天野いちごさん、あなたがアンリ先生にスカウトされて転校してきたっていうのは学園中で有名よ。そうなんですか。私ちょうどスフレを作るところだったの。食べていきません？スフレ。迷いがない。これが天王寺さんなのね。イチゴとは大違い。天野さん、あなたダージリンとアールグレイどちらが。学生ケーキコンクール優勝、ジュニアケーキコンクール優勝、全国洋菓子選手権第1。他にもいっぱい。すごー。全部ただの置物よ。え、私はただ一人の人に認めてもらいたくて頑張ったの。トロフィーはそのおまけみたいなものね。それでもすごいです。その人も喜んでくれたんですよね。ええ、とてもね。でも素敵。広くてキッチンもあって、こんなに豪華なお部屋に住んでるなんて。召し上がれ。いただきます。はちみつ
の自然な甘さが上質な素材を引き立てて、最初サクッでも一瞬でシュンと口に溶けて、あれ、なんだかフルーツの香りが、レモン、うん、みかんみたいな。フルーツは入ってませんよね。ええ、それはもしかして蜂蜜のせいかもしれないわ。蜂蜜？今日のスフレにはみかんの蜂蜜を使ったの。アカシアのような濃厚さはないけど、独特の爽やかさがあるのよ。やっぱりみかんなんだ。あー、うん、美味しい。天のいちご。ありがとうございました。その無邪気な笑顔の中に、どれだけの能力を秘めてるの。天王寺会長の部屋に行った？それがすごい部屋でね。いちごちゃん、熱でもあるんとちゃう？何よ、信じてくれないの？だって天王寺会長やで。コンクール片っ端から優勝しまくってる天才少女。あの人の作るスイーツをプロが見学しに来たこともあるんやで。天王寺さんのスフレ、ふわっサクッとしてて、シュッと口の中で溶けちゃって美味しかったな。バニラも食べたかった。どうしたの、ルミさん。あんた、天王寺会長のスフレ食べたんか。天王寺会長、やっぱりあんたに興味あるんかな。え、会長はアンリ先生に特別可愛がられてた、いわばマナ弟子やで。私はただ一人の人に認めてもらいたくて頑張ったの。あれってアンリ先生のことだったんだ。それやのにイチゴちゃんがアンリ先生にスカウトされてやってきて、そりゃ気になるわな。まさか私みたいな下手っぴ。天王寺さんは親切で助けてくれただけだよ。そうかな。そういえば天王寺会長、今年のケーキグランプリにエントリーしたんやて。ケーキグランプリって、セントマリー最大のイベント。優勝すればパリに留学できるんや。あ、パリ！今まで参加したことなかった天王寺会長がエントリーしたんは、アンリ先生のいるパリに行くため。そういうことやろな。うわ、いいな。私も高校生になったらエントリーしたいな。何言うてんの、中学生かて参加できるんやで。嘘、高校生と中学生じゃめちゃめちゃレベル違うじゃない。無理かもしれんけど可能性はあるよ。現に去年スイーツ王子たちのグループが中等部で唯一2回戦まで突破したんや。中等部の生徒が初戦突破だけでも前代未聞やったのに。やっぱりすごいんだ鹿島たち。もっともお嬢とさえ組まなきゃもっと上行けたかもな。お嬢？一個上の先輩やけど。ああ、カシノの前でこの名前出したらあかんよ。キンクや、キンク。でも、ほんとすごいよ、天野さん。天王寺会長の部屋に招かれるなんて、中等部じゃイチゴちゃんだけじゃないかな。招かれたっていうより、助けられたって感じで。天野はアホだもんな。くるみの季節はとっくに終わってるのに、森に入って迷子になるなんて。そんなアホと組んでる俺たちってボランティアだな。ああ、そうですか。だったらお嬢さんと組めば。お嬢、まあちゃん落ち着け。え、あのカシノがこんなに取り乱すなんて。よっぽどトラウマなんだな。何があったの、お嬢さんと。やめてくれ。聞かせやがって。お嬢さんはね、本当は小城美也さんって言って中等部の3年生、シャトー製菓の社長令嬢。シャトー製菓ってチョコやクッキーで有名な大会社だよね。なぜか鹿島に激ラブで。去年ケーキグランプリでチームを組んだんだけど。なんだこりゃ。いや、間違ってお塩入れちゃった。一生懸命混ぜたのよ。
混ぜすぎ。結局僕たち3人で頑張ったんだけど。トレビアンダーリン。あっ、それ以来カシノの女嫌いに拍車がかかっちゃって。そうなんだ。でもイチゴちゃんとならケーキグランプリで一緒にやれるかも。え、私？うん、そんな気がするよ。ケーキグランプリか。その前に厄払いだ。俺に付き合え。厄払い？いや、ここに来たら一度は食べておかなきゃならないのは天使のプリン。あ、この前売り切れだったやつ。天王寺会長が作る人気ナンバーワンのスイーツだよ。天王寺さんが？それは食べなきゃ。昨日のスフレもめちゃめちゃ美味しかったもん。天王寺会長のスフレ？うん、蜂蜜たっぷりの。あ、そうなんだ。はあ、なんで天野だけ天王寺会長のスフレを。お待たせしました。あれ、まだオーダーしてないけど。天使のプディングいただきます。なんてコクのある、すごくいい卵と牛乳を使ってる。生クリームの配合も絶妙でリッチ。太陽の味って感じ。ほんとだ、おいしい。うん、このカラメルソースいいわ。うん、私のプリン気に入ってくれたかしら、マコトくん。コシロ、ミヤさん。もしもし、この人が。佐藤、塩谷、マコトくんに特大プリンを。は、腕上げたでしょ。私マコトくんのために一流パティシエについて特訓したの。今年こそグランプリ取ってパリへ旅立ちましょう、ダーリン。悪いけど先輩、今年はあの天野と組むから。なんですって。ああ、アンリ・リュカスにスカウトされたって子ね。 A グループのくせにクレープも焼けないって聞いたけど。今は焼けるもん。何今の。サラミミです、サラミミ。天野さん、さっき実習で焼いたケーキ食べてもらったら。うん、モンブランなんですけど。なんか面白いことになってる。そうだね。うんうん、貧乏臭い味ね。本当にこれでアリ先生にスカウトされたの？天才パティシエアンリ・リュカスも人を見る目は不思議だね。ねえ、こんなことより私と組みましょう。最高の材料を用意させるわよ。言わないで。何？なんか言った？先生の悪口言わないで。はあ？人を見る目がないって本当のこと言って何が悪いの？あなたにそんなこと決めつけられたくない。私ならこれより美味しいプリン作れるもん。聞いた？お前たち。最高です。作れるものなら作ってみなさいよ。そうしたら前言撤回してあげる。その代わり、作れなかったらスイーツ王子たちと組むのはこの私よ。いいわ。バカ、勝手に決めんな。そうだよ。なんで。ちょっといい加減になさい。あなたたち、他のお客様にご迷惑でしょ。天王寺会長、すみませんでした。会長、私とこの子のプリン対決認めてください。何をバカな。ほうほうほう、面白いじゃないですか。認めてあげたらどうです、天王寺君。理事長。理事長さん、やる気があるのは大歓迎ですよ。判定は私がやりましょう。
わかりました。では作ってもらうのは基本的なカスタードプディング。材料は自分で選ぶこと。対決はそうね、3日後の正午。3日後、後頭部の調理室で作ってもらいます。大丈夫かな。たった3日で私に追いつけるとでも思ってるの？勝ったも同然ね。負けない。私絶対あなたより美味しいプリン作ってみせるわ。バニラランラン、ショコラランラン、おいしいわうれしい、キャラメルルン、お次はカフェ。最強で最高のチームメイト。朝が来る、夢が始まる、眠い目をこすったらエンドリー。一部のお砂糖を入れます。バニラエッセンスも加えて火にかけます。ここがポイント。沸騰させないように注意しながらしっかり温めよう。火にかけた牛乳と全卵も混ぜます。上にできてしまった気泡はペーパーナプキンを使うと綺麗に取れます。生地の気泡はペーパーナプキンで綺麗に取れるよ。お湯を張って湯煎します。最後にオーブンにかけて出来上がり。おいしそう。今日のポイントだよ。小城さんに思わず挑んじゃったプリン対決。勝負は3日後。時間は少ないけど絶対勝ってみせる。小城さんより美味しいプリンを作ってアーディ先生をバカにしたことを撤回させてみせるんだから、見てなさいよお嬢。でも一つだけ、ちょっと、いやかなり大きな問題が。実は私、プリンを作ったことがないの。なんですって。どういうことですの。やれやれ、大変です。次回、運命のプリン対決、いちごの夢色スイーツ召し上がれ。